イエニチェリの重視。幸運な事件により、イエニチェリ全軍が解体された。幸運な事件は、オスマン帝国のスルタン、マフムト2世が1826年6月15日に、反乱鎮圧という形でイエニチェリを解体した出来事である。トルコ語においては、イスタンブールでは、バカ、アイヘイアリー、バルカン半島では、バカ、アイセリエという。 13万5000人いたイエニチェリの大半が、マフムト2世に対する反乱に参加したが、反乱が鎮圧されると、その指導者は殺害され、イエニチェリの多くは追放、投獄あるいは処刑された。これによりイエニチェリは解体され、より近代的な西洋式軍隊、ムハンマド上将軍に置き換えられた。イエニチェリは14世紀後半に、オスマン帝国のスルタンが創設した。 君主直属の常備軍であった。初期には、領内のキリスト教徒から徴収した優秀な指定を、イスラム教に改宗させた上で厳格な軍事教練を施していたため、15世紀から16世紀には、イエニチェリは、ヨーロッパで、最も連度が高く盛況な軍隊として、さらには、そのキリズ指献身と忠誠で知られるようになった。イエニチェリには、戦時、平時を問わず、 定期的に給与が支給され、いついかなる時も戦闘に備えることを義務付けられていた。しかし、17世紀初頭までには、イエニチェリは精鋭軍というよりも、むしろ特権的な世襲階級となり、税金の免除などの優遇を受けていたこともあって、一般の民衆からは好ましくない目で見られるようになっていた。16世紀には、スレーマン一世が、 積極的な外政を行ったため家にチェリの規模が大幅に拡大されたが、この際に、デブシルメによらず入隊した、生まれながらにムスリムである、トルコ系の者が増えたほか、禁止されていた再退も普通に行われるようになったり、隊員がその指定を入隊させるようになるなど規律が大いに乱れたからである。この結果、家にチェリの人数は1575年に2万人だったものが、 約250年後の1826年には13万5000人にまで増加していた。しかもその多くは兵士ではなかったが相変わらず帝国から多額の給与を受け取っており、さらには帝国に対して拒否権を保持して自らに不利な政策に反対するなど政治に介入するようになったため帝国を弱体化させるだけの存在になっていった。 イエニチェリの地位や権力を弱めようとしたスルタンもいたが、その度にイエニチェリが反乱を起こして、スルタンを殺害、または廃位するありさまだった。マフムト2世が近代的な西洋式の新軍団の創設を宣言してヨーロッパ人の奉仕を雇い入れたことから、イエニチェリはいつものように反乱を起こし、イスタンブールで紫外戦が始まった。しかし、 これを数に勝るスイーパーヒーが押しとどめ、弊社へと押し戻した。トルコの歴史家によれば、このスイーパーヒーには、長年のイエニチェリの戦能にこらえかねていた、地元民が多数含まれていたという。歴史家は、これは、マフムト2世が、故意に反乱を先導したもので、いわばスルタンのイエニチェリに対するクーデターであったと表現している。スルタンは、トルコ人が統率し、 西洋式に編成され訓練される新軍団を創設することを宣言し、それをイエニチェリにも宣布している。イエニチェリは、自らの存在が、オスマン帝国の繁栄、とりわけルメリアの安定にとって、極めて重要であると考え、以前から、その解散は断じて受け入れないことを訳していた。このため、スルタンの目論み通りイエニチェリは、反乱を起こし、宮殿に向かって進撃した。 これに対して、マフムト2世はイエニチェリに反発するムスリムを救護をすべく、旗印としてトップカップ宮殿の聖遺物から預言者、ムハンマドの軍旗を掲げている。その後の戦いで、イエニチェリの兵舎は新軍団の砲撃によって炎上し、4000人のイエニチェリが殺害された。さらに、イスタンブールの路上でも激しい戦闘になり、多数のイエニチェリが殺害された。 生存者は逃亡するか投獄され、その資産はスルタンによって没収された。1826年の終わりまでに、イエニチェリの捕虜は、テッサロニキの白い塔で残首により処刑され、白い塔は、地の塔と呼ばれるようになった。また、100名ほどのイエニチェリがフィロクセノスの貯水池に飛び込んで逃げたが、その多くは溺死した。イエニチェリの指導者は処刑され、 その財産はスルタンにより没収された。若いイエニチェリはある者は追放されある者は投獄された。数千にも及ぶイエニチェリが処刑され、そのエリート秩序は終わりを告げた。イエニチェリの中核でもあったスーフィズムのベクタ主教団は、非合法化され、信奉者は処刑、または追放された。一方、マフムと2世はイエニチェリに代わる、近代的な新軍団。 ムハンマド上将軍を創設した。一般のイエニチェリ、特に地方に駐留していた者たちは自治権を求めて反乱を起こした。バルカン半島ではキリスト教徒がイスラム教徒に対して極めて敵対的な姿勢を取り新たに送り込まれた軍勢に対抗して集結し始めた。イエニチェリの中には普通の仕事につき目立たぬようにすることで生き残った者も,もあった。 マフムト2世は、イエニチェリを解体すると、直ちに宮廷記録館のメフムトエッサドエフェンディに、公式記録を編纂するよう命じた。こうしてまとめられたのが、記録所有 SS イソファーで、1828年にイスタンブールで刊行された。これは、この時期に起きた他のすべてのオスマン帝国関連の、自責の情報源ともなった。一方、 家にチェリの解体で特権を失ったバルカン半島のイスラム教徒コミュニティは大きな打撃を受け、ルメリア全域では反乱が発生した。幸運な事件により、オスマン帝国の軍事力が一時的に弱まったため、ロシア帝国はこれに乗じて1826年10月7日にオスマン帝国にアッケルマン条約を受け入れさせた。ありがとうございます。